細田祐一は、徳島県三好市出身のトライアスロン選手、一般財団法人博士会所属。1995年、小学5年生の時に、姉の影響を受け地元のトライアスロン大会へ、出場したことをきっかけにトライアスロンを始める。1998年、三好市立池田中学校2年生の時に、オーストラリアに留学した後、17歳の2002年に、 帰国してグリーンタワーフェリック・イナゲインターに所属する。2003年18歳で日本選手権5位初入賞。2008年北京オリンピックでは補欠に選出される。2010年アジア競技大会で金メダル獲得。2011年アジア選手権で優勝。日本選手権でも初優勝。2012年4月7日千葉県立山市で開催された。 トライアスロンアジア選手権で優勝し、ロンドンオリンピック日本代表に選出される。8月7日、ロンドンオリンピックに出場して43位。2014年9月、アジア競技大会で個人優勝し大会連覇を達成。翌日の混合リレーでも優勝し、共に金メダルを獲得。2015年3月、一般財団法人白字会への移籍を発表した。 10月には、コンサドーレ札幌の運営会社、北海道フットボールクラブと契約し、コンサドーレパートナーアスリート第一号となる。ありがとうございます。